ガガニアーンはインド宇宙研究機関がインドの有人宇宙飛行計画に使用することを予定している宇宙船である。カプセルは3人を運ぶ能力を有し、将来的にはランデブーとドッキング能力を備えることが計画されている。軌道周回機は重量3トンのカプセル型宇宙船で完全自立制御により3人の乗員を軌道へ運び、2日間で 数回周回してから安全に帰還させる目的で設計される。イスラは宇宙回収カプセル回収実験の設計をもとに軌道周回機を設計している。イスラは2007年1月に 550kg の宇宙回収カプセルを打ち上げ回収した。実物大の有人軌道周回機はこれをもとにしており、すでにイスラが公表した概念図は 宇宙回収カプセルよりも円錐型で細長い形状を示している。宇宙カプセルは生命維持装置と環境制御装置が搭載される。またロケットの第1弾や第2弾に異常が起きた緊急時に脱出する機能を有する。宇宙船の概念図によると、主エンジンと周囲の小型のエンジンはカプセルの基部の周囲に軽量にまとめられている。 地球周回機動上での軌道能力が含まれる。軌道周回機の原型の先端部には、ドッキング機構がないが、爆発ボルトで開く扉が、側面にある。軌道周回機は、GSLV-3 ロケットで打ち上げられる形状になっている。インドの軌道周回機は、現在のソユーズ宇宙船や中国の新州や、中止されたアメリカのオリオン宇宙船よりも、 大幅に小さいが、ジェミニ宇宙船よりは大きい。現在入手ューる多くの技術要素が、有人宇宙飛行に投入されるが、イスラは、信頼性の高い生命維持装置や安全性に、優れた上員脱出装置等、多くの新技術の開発を必要としている。完全な再突入技術が、友人宇宙飛行に、 不可欠なため、イスラは3機の宇宙回収カプセルの計画を立てて、数度の無人機動周回機の飛行を予定している。初飛行では2名の乗員を乗せた3.7トンのカプセルを高度 400km の軌道上へ投入し、最大7日間周回する予定である。カプセルは現在開発中イスラのロケット GSLV-3 で打ち上げられる。 シュリハリコータのサティッシュダワン宇宙センターから打ち上げられてからおよそ16分後にロケットは軌道周回機を高度300から 400km の周回軌道へ導入する。カプセルはベンガル湾へ着水する予定である。2006年に原型機の開発が始まった。計画では設計は単純にマーキュリーカプセルに似た。 宇宙船でおよそ1週間の滞在を予定していた。2名の乗員を運び、海洋上に着水するように設計された。設計は最終的に2008年3月に完了して、インド政府に予算獲得のために提出された。インドの有人宇宙飛行計画の予算は2009年2月に認められた。最初の無人飛行は2013年を予定していた。 2009年春、実物大のカプセルの模型が宇宙飛行士の訓練のためにサティッシュダワン宇宙センターに納入された。この間、財政上の理由により、2013年8月に有人宇宙飛行計画はイスラの優先順位から外すと発表されたが、2014年初頭に計画は再検討され、2月に主要な予算の一部が増額されると発表された。 2014年2月13日、インドの大手航空宇宙メーカーのヒンドスタン航空機は、インドの有人宇宙船計画、HSP 向けに製造した、カプセル型有人宇宙船の乗員モジュールの1号機を、インド宇宙研究機関に引き渡したと発表した。イスラの VSSC は、乗員支援、広報、誘導と制御装置を備えた乗員モジュールを備える、予定である。 イスラは GSLVM3X1 実験弾道飛行を2014年12月18日に実施して無人の機体の試験を実施した。GSLVM3 は模擬の極低温上段を備え、シュリハリコーダのサティシュダワン宇宙センターの第二射点から午前9時30分に発射された。乗員モジュールは高度 126km でロケットから分離された。 搭載されたエンジンは制御され、上院モジュールは高度 80km まで減速した。推進機は 80km で停止して、空気抵抗でカプセルはさらに減速した。モジュールの射熱シールドは予想された、摂取1600度に達したと想像される。高度 15km で、パラシュートが解散して、ベンガル湾のアンダマン諸島やニコバル諸島の近海に、 着水した。この打ち上げは、軌道投入、分離、再突入と上院カプセルのシステムを試験するために実施され、カプセルの分離、熱射蔽と空気ブレーキシステム、パラシュートの解散、着水、浮遊装置とベンガル湾からの上院カプセルの回収テストが行われた。2014年11月、インドの宇宙開発関係者は、 友人宇宙飛行は2021年頃になるとの見解を示した。ありがとうございます。